来ました。じゃあディアに声かけるか。ディア、うん、よろしく。やあ、そうくん、二足猫一号くん、星のかけら探しは順調でや。それが、うん、ぼちぼちでね。そうでもない。結構早く見つけたい感もあるんだけどね。何せ人の悩みをね、聞いてあげないと集まんないからね。でも、四つ目がどこにあるのかわかんないにゃ。ね。うむ。待っているなら僕も協力するしかない。ありがとうにゃ。ミスルどこを探せばいいかわかる？裏山じゃない？うむ、星のかけらか。熟考。悩むね。おお、そうだ。彼ならわかるかもしれないでや。たらい回しか、これ、もしかして。もしかして？誰なのにゃ？この辺りで毎晩星を見ている少年がいるんだよ。へえ。彼に聞けば何かわかるかもしれないでや。すごいのにゃ、その人に会いに行くのにゃ。行きますか。そうか、では、今夜この辺りを探すしかない。今夜？夜まで。晴れた日はほとんど毎晩来ているようでや。へえ。楽しみなのにゃ。じゃあ、お家でご飯食べてからまた来るにゃ。え？終わった。一旦じゃあ帰りますか。そうだね。うん。こっちの様子を見て。ましょうか。まだ閉まってる。もうなんか行けそうな気もするんだけどね。うん。一度戻って。よっ。夜まで過ごす。あ、あ、もう夕方だ。もう夕方だね。何してたんだよ。これ、キャッツアイ大好き。タイムリーだな。さすがに俺疑われてもしょうがないね。決められてんじゃねえか。ああ、ね、ぼーっとしてる。え、晩までずっとここにいたんか。髪の毛が大きくてボワボワでマリモみたいで。なんて言ったかしら。マリモじゃない？あ、そうそう、アフロ。ああ。ああ。あれ、漱石さんもやってみたいって思う？遠慮します。早かったな。二足の猫一号はしてみたいのには嘘だろ。お前、いけないよ。アフロってタワシみたいな髪の毛だよね。緑マンボウの毛よりふわふわしてそうなのにゃ。緑マンボウって毛あるんすか？あんまりイメージないけどな。ツルツルしてそう。そうね、それになんだかあったかそうよね。ああ。寒い季節にぴったりなのにゃ。へえ。はい。何やねお家でご飯食べてからっつってたよね。そうだね。おあいつもう何してんのあいつ。あ、間違えた。はい。じゃあ一旦家に帰りましょうか。うん。ただいま。晩飯食うのか。お、帰ってきた。ん？なんか、いそうで怖いな。え？ああ、普通に夜になった。美味しかったのにゃー。うにゃー。だよな。お腹いっぱいになったし、ミツルに教えてもらった星の少年に会いに行くのにゃ。行こうか。行きますか。まだプロローグって感じするね。ね。そうそう、毎日星を見てる人ってどんな人かにゃ。物好きだろうね。星のことに超詳しいのにゃ。あ。ねえねえ、漱石。ウニ食べてる時も、ゲーセン行きたいしてる時も、王子様のことばっかり考えちゃうような人って、なんて言うのかにゃ。え？オタク？ゲーセンに行きたい、行く時も。まあ、単純に星好きなんだろうね。星好きオタク、ですよね。それか専門家？うん、なんて言えばいいかね。まあ、ことこの状況聞かされるともうオタクっていう言葉しか出てこないな。オタクはね、専門的な人だし。オタクなのにゃ。はい、そう思うよ俺は。どっちでもないよ。待てな。オタク。オタクに首をかしげる猫。どうお星様が好きそうなのに、早く会いたいのに。お星様オタクだね。お、まあ俺もね、ガンダムオタクではあるから、同類だね。
行きましょうか。星を見に行きますか。怖すぎるでしょこの人。でん。ねえねえ、たまにてんてんてん、石鹸が肌に合わない時ってあるよね。俺その経験まだ一回もないんだよな。ある？あまりないね。肌に合わないっていうのもないんだよな。肌だらけになるの大好きなのに。そりゃねえ、この顔になるよ。答えてあげなさいよ。何でも水分たっぷりの食べ物をちょっと混ぜて石鹸を作るといいって本に書いてあったのよ。それアレルギーじゃね？ダンダラさんだったらどの食べ物を入れる？はあ、入れる前提ですか？いや、俺もうチョコしか出なかったよ今。超無難に。チョコでいかい？なんかある？いや、まあ、チョコいいんじゃないですか？チョコ以外ないよ俺。でもベタつきそう。でいいか。チョコってわ、いや違うよ、食べ物って言ったじゃん。いい匂いがしそうなのにゃ。そうだね、いい匂いよね。いい匂いね。そうよね、石鹸だから匂いも大事よね。うん、オリジナルなチョコの匂いと潤いたっぷりでいい感じじゃない。作ってみようね。見ようね。あ、うん。ちょっとみんなも一緒にやってみよう。行くよ。誘われたか今。お風呂がチョコの匂いでいっぱいになるなんて楽しみなのにゃ。大丈夫かな、多分アリさんいっぱい湧くぜ。不安しかないね今んとこ。オージャイはまだいんのかな。おーおーおー、あーお前部屋から出れるのか。ねえガリベン君、そうそう、あれは2回目の受験の時だった。あ、なるほどね。後ろの席のやつがテスト中に何度もガッテン承知ってつぶやいてたんで。おかげで気が散って全然試験に集中できなかった。それはね、後ろが悪い。意外とあれか、まともかもしれん。ウニはなんだか楽しそうなのよ。こいつさ、化け物か。あおるねー。すごいね、楽しくないってのは。あ、いいねいいねいいね。なあガンダラもそういうことあっただろう。ないよないよ、合点承知はねえよ後ろで。どう、ないな、ないないない。テスト中に気が散るなんてないよ俺。ゴロだけずるいのには。は？二足猫一号も受験してみたいのに。そっち？まあ、まず人権取るところやからね。はい、受験生の気持ちが分かってたまるか。あっち行け。こっちとら受験もう体験済みだわ。おばあちゃん寝てっかな。ごめんくださいなのにゃ。生きてるかな。どこだった？大家さんお部屋にいないみたいね。え？夜ぞ。夜だよ。まだ散歩か。え、深夜徘徊。ここにいなかったら怖いよ。いない。占いしようか。おばあちゃんここにいるかな。うわっ。マジで？お前のところだったのか。え、絵描いてるって言ってなかった？この頃ゴミがたくさん出るようになっちゃって分別が大変なんだわん。はい、ソアちゃんと分別してる？一応してる。だいぶ大雑把だけど、ソアの分別している姿を見たらパパが泣いて喜ぶと思うわ。あ、ありがとうございます。条例に反しないくらいよ。うん、でもでも製氷機って燃えるゴミ？燃えないだろうが。燃えないです。燃えないかな。それじゃあ、ウバグルマは燃えるゴミ？粗大ゴミです。そうだね、燃える燃えないって言ったら燃えるんじゃない。ウバグルマってなんだっけ。まあ、どっちでもな、どっちとも取れるけど。もう粗大ゴミの時点で この答えないんだよね。ここに答えはないよ。まあまあまあ、一応燃やさない手でいくか。うん、そうだね。でも上ウルマなんて捨てられたら清掃業者の人も途方に暮れちゃうと思うわ。それはそう。まあそれね。うんうん、
それじゃあ自由と健康は燃えるゴミ。What？ え？それは捨てちゃダメ。それはそう。胸の中に大切にしまっておいて。あ、なんだ。もしかして二足猫一号だけがまともじゃねえのかこの世界。人狼は見つかったか。幸せも捨てちゃダメなのかにゃ。いや、それはそうだよね。人間のルールって難しいのにゃ。いざとなったら捨てられるか。いつでも人辞めれる。じゃあまたね。もう付き合いきれん。ドライだな、なんか。あ、運勢占ってあげる。助かる。それじゃあ今一番気になることを強く念じながら手を出してみてね。昔飼ってた犬、存在しない記憶。田舎に残したビービーベイブレードボーイ。これかな、諸行法で。はい、お願いします。産んだら噛んだら、産んだら噛んだら。ほい、わかったわ。二足猫一号の運勢は第一、いいね。なくしもの東の方にあり。おう。あ、そうの運勢は、うえ、大凶、天凶、よく考えると吉。こんなのが出たわ。運命は自分で切り開くものだわ。気にしないでいくといいわ。大吉出た人にも同じこと言えんのか。元気出すのには、運を分けてくれるのか。まあ、幸せを捨てることができるってことなら、やることはないか。俺のために幸せを捨ててくれるのか。出てもらおうか。楽しかったわ。お前が楽しんでどうすんだよ。